200万。だからあれヤグザリ氏だから、要はヤグザリ氏で持ってちったんだから、そうやってカメラさんちのお母さんから現金渡したのちゃんと、ありえないでしょ。でまだ言ってんだよ、亀山さんに金返せ金返せって。そんなこと言ってんだねよお前。俺そのまで、あんたにそれで伊藤忠って吉春が書いた、うん、少々取っとけばよかったの、俺言っちゃったんだよな。なんで悔しくて。そんで300万を農協で借りて払ったんです、うん、それ、うん、通帳にはちゃんと出てるけどね、うん、名前は出てないから、うん、伊藤忠って、はっ、手に払ってからね、なんだこの、あれは農協で300万かかる、うんうん、それで田んぼを平野田の中で150万で売って安く売っちゃったな。3段まで売った。いやー、3段まで150万、これからあのね、あの1500万で、あ、そっか、分かった。これからだってどん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 ね、あの米なくなるから高くなるよ、米。いや、今年は米倍にならなくちゃしょうがない。いや、なるよなるよ、お母さんなるよ。だって私安くて安くてよ。いや、3倍4倍になるよ、もう。今年はダメだ、私もう。いや、俺、あの、田んぼ手はないけど、手図が、手図だから、手図出してよ、田んぼ、うん、3倍4倍になるから米でちょうだいよ、田んぼ手図だから。手図だったって、エネカレなんかもう県吾が全部やって、孫でやただで子供がやってくれる。あ、じゃあダメだ、人数いんだもん、ここ、子供もうしょうがないね。だから亀山さんのやつ、俺あれだよ、米で返してもらえたよ、現金で返したやつ。はい、はい、食えなくなっちゃったら米で返してね。お母さん、食えなくなっちゃったら米で返してね。俺ら食えなかったら、マジマジな、本当にその時は、じゃあマジでそうなっちゃうから、今から、お母さん本当にそうなっから、ここからね、米高くなったら食えないもん、めちゃくちゃ高くなるよ。んで来年も再来年もどんどん上がってから、んでお母さん戦争中みたくなるから、なるから、だから米作って、俺も米手伝うからね、米で返してもらうよ、俺。あんた何、俺めちゃくちゃ金で返してんだもん、亀山さんに。俺って本当に、ただ俺お母さんに返せって言ってないでしょ、一回も、伊藤さんでしょ、亀山さんにしか。伊藤さんにだから俺そんなことしないって、うん、アンジェラここで暴れた時怒ったでしょ、アンジェラ覚えてる、アンジェラここで暴れた時怒ったでしょ、来たやろ、伊藤さん金返せってここで大きい声で、覚えてないよ、俺と来たやろ、やめろやめろってここで抑えて、で、あそこで喋ったじゃん、外人じゃねえよ、俺の相方、あそこで喋ったじゃん、お母さんと。だよな、喋ったじゃん、3人で。ほんで5万のほらローン払わされてるやつだよ、亀山さんにベンツ売られて、ベンツ来なくて毎月5万払ってたやつ。なんだか知んねえよ。もう1億私は田んぼこう、はい、出た、売ったから、こっちとこっちと売ったから、はい、1億1億近いですね。でもこっちが安いんだよ、はい、こっちは10倍高かったんだよ。もったいないことしたな、田んぼね、これからすごいですよ。でもそれは国から買われたんだから、すっごく高いですね、うん、そっかそっか、じゃあまた待ってきます、はい、じゃあお母さん元気で、待っていいよまた来なくていいよ、まあ、関さんことは知ってっから、酔っ払う大根の味噌汁とか上がつけて、はい、食べました、はい、美味しかったです、ありがとうございます。で頭は買ってくれるし、はい、でも短すぎて眠くた、すいません下手くそで、はい、いや子供の時から知ってるから、ありがとうございます。あの私が来たことだけ言って電話に出るように言ってください。いや俺気分良くなっちゃった、俺柳田の時の事故の話聞いちって。そうだよ、いい子だよ、すごい来て頭のいい子だって、柳田の時。ほら YouTube で聞かせてあげてください、頭のいい子だってみんなね言ってたんでしょ。そうだよ、それ聞いたの、頭がいいって、うん、その夜夜中に近所の人が起こして、はい、なんとかかんとか処置をした、はい、それ聞いた。あー、よかった、皆さん聞いてますか。記憶力はあるから、ありがとうございます、嬉しいな。回顧録書きたいくらいな。回顧録書いてよ。